そうだよ。やってみたらうまくできるかもしれないよ。実を言うとちょっと興味があるつら。今までいろんな小説を読んで胸を打つ物語にたくさん出会ってきたずら。読み手として感動しながら同時にマルもこんな世界を描くことができたらってちょっと思うこともあって、だからこのポスターを見た時は思わず心が踊ったというか。ルビー、花丸ちゃんの書いたお話読んでみたい。うん、まるやってみる。この企画に応募する。小説書いてみるずら。やった、花丸ちゃんすごい。もう二人とも声が大きいずら。ここはまだ図書館の中なんだから。まずはどんなお話を書くか主題を決めなければならないずら。主題、花丸ちゃんの好きなジャンルのお話って確かビルドゥングスロマン。ビルドゥングスロマンは教養小説のことずら。主人公が人生を歩む中で精神的に成長していく様子を描いた作品のことずら。沼津出身の作家さんも書いてるんだけど、初めて読んだ時の衝撃と感動は今でも鮮明に思い出せるずら。それじゃあ花丸ちゃんが書くジャンルはビルドゥ教養小説？それは決めてるずら。うん、狭い世界で生きていた主人公が仲間と苦難を乗り越えながら世界の広さと素晴らしさを知るお話ずら。いつか形にして残しておきたいと思っていた話なんだ。そんな先生だなんて大げさずら。でもちょっとときめいたずら。知ってるずら。そう、教養小説。もともとはドイツ文学の特徴の一つだったんだけど、他の国の作家たちも様々な作品を残しているずら。